ボンバは1938年10月頃にポーランド暗号局の暗号学者マリアン・レーフスキによってドイツのエニグマ暗号を解読するために設計された特殊な目的の機械である。ボンバはポーランド語で爆弾の意味である。この機械が爆弾という意味の単語で呼ばれるようになった理由については様々な憶測が生まれた。その中の一つの説として ポーランドの技術者で陸軍将校のタデウシュ・リシキが唱えているものがあるが根拠が怪しい。リシキは戦時中のイギリスでレイフスキと彼の同僚のヘンリク・ジガルスキを知っていたが暗号局とは無関係であった。リシキはイエジ・ルジツキがその名前のアイスクリームにちなんでボンバと名付けたと主張している。リシキはルジツキを知らなかったのでこの話はあまり信用できない。 レーフスキー自身は、この装置がボンバーと呼ばれたのは、もっと良いアイデアがなかったからと言っている。おそらく最も信憑性の高い説明は、暗号局の技術者であるチェスロブ・ビットレフスキーによる、ものである。暗号局のドイツ部門である BS-4 の作業員は、この装置が、作動時に発する、特徴的な音から、この装置を、爆弾と呼んだのだという。 1945年6月15日付の米陸軍の極秘報告書には次のように書かれている。解決を早めるためにボンブと呼ばれる装置が使われている。最初の装置はポーランド人によって作られたもので、手動操作の複数のエニグマ装置だった。可能な解決策に到達した時、部品は大きな音と共に装置から床の上に落ちる。これが、 ボンブという名前の由来である。上記のベイリーク軍によるポーランドのボンバに関する記述は以下の歴史説にある装置の説明から明らかなように曖昧で不正確なものである。解決策の決定には装置の分解は関与していない。ドイツのエニグマは複数の暗号鍵を使って操作していた。それはローターの順番、どのローターを取り付けるか、各ローターのリング設定。 各ローターの初期設定、ステッカープラグボードの設定である。ローターの設定は、オペレーターが装置を設定する方法を示すためのトリグラムだった。ドイツのエニグマのオペレーターが使用する暗号鍵の一覧は毎日更新された。さらに、暗号の強度を高めるために、個々のメッセージは、追加の鍵の変更を使用して暗号化された。オペレーターは、 各メッセージのためにトリグラムローターの設定をランダムに選択した。このメッセージキーは PDN-PDN のように2回入力され、その日の暗号鍵を使用して暗号化される。この時点でオペレータは自分の装置をメッセージ用鍵にリセットし、それがメッセージの残りの部分に使用されることになる。エニグマのローターセットの設定はキーのくぼみごとに変更されるので、 同じ平文文字が異なる暗号文,文文字に暗号化されることになり、例えば PDNPDN は ZRSJVL のようになり、その繰り返しは暗号文の中には現れなくなる。ドイツ人はこの手順が合理的に安全だと考えていたが、逆にこれが暗号解読の手がかりとなった。エニグマの暗号化についての最初の洞察は、 同じ文字列が2回連続して異なる方法で暗号化されたということに気づいたことから始まったからである。ポーランドの数学者で暗号学者のマリアン・レイエフスキはメッセージの最初の3文字と次の3文字が同じであるという知識を使ってエニグマ装置の内部配線を決定し装置の論理構造を再構築することができた。ドイツ軍が外交通信に使用していたことが知られている。 商用エニグマ装置の編集の例から、この装置の一般的な特徴が推測された。軍用バージョンは商用バージョンとは大きな違いがあり、その問題も解決した。これだけのことをしても、暗号文を解読するためには、日常的に使用される可能性のある鍵をすべてチェックする必要があった。使用される可能性のある鍵は何千もあり、エニグマ装置とその鍵作成手順が、 複雑化しているため、これはますます困難な作業となっていた。ワルシャワのポーランド参謀本部暗号局に勤務していたレーフスキは、このプロセスを機械化して高速化するために、1938年10月頃にボンバクリプトロジクズナを製作した。ボンバは電気モーター駆動の機械でエニグマのコピー6台を接続したものである。 暗号局では1939年9月までにボンバを6セット制作した。2本のケーブルを接続したエニグマのプラグボード。この強化によりシステムのセキュリティが大幅に向上した。ボンバの手法はポーランドでそれまで採用していたグリル法と同様にプラグボードのプラグ接続がすべての文字を変更しないという事実に基づいていた。しかし、 グリル法が変更されていない文字のペアを必要としたのに対し、ボンバは変更されていない文字があれば十分だった。そのため、プラグ接続数が5から8個であっても適用できたので、ある。1938年11月中旬には、ボンバの準備が整い、約2時間でその日の暗号鍵を解読できるようになった。1939年7月25日までの6年半以上、 ポーランドでは同盟国のフランスやイギリスにも秘密でエニグマのメッセージを解読していた。1938年12月15日、ドイツでは2つの新しいローター、4ト V が導入された。レイフスキは公式記録である第二次世界大戦における英国諜報機関の中で次のように書いている。我々はすぐに新しいローターの中の配線を見つけたが、それらの導入によって、 ドラムの可能な配列の数が6から60に増え、それゆえに暗号鍵を見つける作業も10倍に増えた。このように変化は質的なものではなく量的なものだった。我々はボンバを操作したり、穴空きシートを製造したり、シートを操作するための人員を大幅に増やさなければならなかったであろう。ハリー・ヒンズリーは第二次世界大戦における英国情報機関の中で、 ポーランドは1939年7月、エニグマを破る技術と装置をフランスとイギリスと共有することを決定したが、それは彼らが非常に困難な技術的な問題に遭遇したからであると書いたが、レイフスキーはこれを否定した。イギリスとフランスと協力することになったのは暗号学的な困難ではなく、政治的な状況が悪化していたからである。 もし我々が全く問題を抱えていなかったならば、我々は、今でも、あるいはそれ以上に、我々の成果を対独闘争への貢献として、同盟国と共有していたであろうハットマリアン、ラジャフスキー、ハウザ・ポーリッシュ・マシ,マ,シマティションス・ブローク・エニグマ、アペンディックス、D2 ・ベワディスロブ・コザック・ズック、エニグマ、1984、P267、ベワディスロブ・コザック・ズック、エニグマ、 1984?P63?Note 1?The US 八百十二ディブボンベレポートアーカイブドメイ二十三二千六アットザウェイバックマシンマリアン・ラジャフスキーザ・マッセマティカル・ソリューション・オブ・ザ・イニグマ・サイファーアペンディックス e ーツ・ベワディスロブ・コザック・ズックエニグマ九百八十四 p 二百九十マリアン・ラジャフスキー Summary of our methods for reconstructing.Enigma and reconstructing daily keys.Appendix.C2 Bewadislov Kozak Zuk.Enigma.1984 P242 A.B. Marian Rajafsky.Remarks on Appendix 1.2.British Intelligence in the Second World All Bye-Kai.H. Hin3 P80 ありがとうございます。